こんにちは、メイヤです。今回は今年一発目になるんですけど、ホラー映画を見てみたっていう動画ですね。もうちょっと心霊スポットっていうのが抜けちゃってるんですけど、外でホラー映画を見るのはですね、寒いなっていうのがあって、もう家の中になるんですけど、今回もですね、まあこれでホラー映画を見ていこうかなと思っております。今回見る映画はですね、黒百合団地っていう映画ですよ。これですね、2013年の映画みたいなんで、まあ今からちょうど10年前にあった映画ですよ。で、これはですね、この監督の人が、リングの監督なんですよね。中田秀夫さんだったかな。で、あと、主演がですね、当時 AKB 卒業したばかりの前田敦子が主演を務めてるみたいなのがあってですね、まあ、ちょっと話題性はあった映画だったんですよ。それで、まあ、当時自分もこの映画見たとは思うんですよ。で、一度見たんだけど、あまり面白くなかったっていうだけの印象しか残らなかったような映画だったんですよね。ただですね、この映画、一つだけいいところがあったんですよ。それが何かというとですね、まあ、これよくホラー映画の動画で言うんですけど、パチンコでですね、黒百合団地っていう台が出てたんですよ。今はなき、マックスタイプって言って、400分の1の確率の大当たりみたいな、なんかちょっと当たりにくいんだけど、当たった時には大量に出るみたいな、なんかそのパチンコ台であったんですよ。まあ、そのパチンコ台と自分がですね、相性良かったみたいで、当時1円パチンコだったんですけど、黒百合団地を打つたび、もうほんと1万円ぐらい買ってたんですよね。なんかそれで、黒百合団地っていうのはなんか、ホラー映画というよりも、パチンコ台の方で印象に残ってるんですよね。その10年前にその DVD 借りてみた時っていうのは、やっぱりその前評判が高かったっていうのがあるんですよね。やっぱそのリングの監督だとか、主演が前田敦子とかいうことで、それでハードルがもともと上がってた状態だったと思うんですよ。で、それで見たから面白くなかったっていう印象だったんでしょうけど、まあそれから10年経って今見ればですね、なんかそういうのがないから、まあ逆に、まあ、冷静な判断で見れるんじゃないかなと思ってですね、まあ、今回借りてきた感じです。ではですね、こちらの黒百合団地の方を見ていきたいなと思います。はい、映画の方見終わりました。時間としてはですね、106分ありましたね。結構長めだったです。率直な感想を言うのであればですね、前回その10年前に見た時に面白くなかったっていう感想だったんですけど、今改めて見るとですね、これは結構良かったんじゃないかなって思いましたけどね。おそらくですね、当時はホラー映画イコール怪物が出てきて人が襲われるみたいな、なんかそういうのをホラー映画って思って見てたんじゃないかなって思うんですよ。なんかそういう風に見るとですね、もう全然怖いシーンなんかも全くなくてですね、ホラー映画なのかって言われたらちょっと疑問になるような内容だったですよ。けど話自体はそんなに悪い感じはなかったですね。ちょっとこれ、あらすじを話すとなると、ちょっと難しいですよね。まあ、ネタバレを含む、まあ、全体のストーリーを最初の方から話していくみたいな、まあ、感じになるんですけど、主人公が黒百合団地っていう団地にですね、家族4人で引っ越してくるんですよ。それから数日したぐらいの時にですね、隣の家の目覚ましが朝5時半ぐらいになるっていう。で、それでうるさいけど、いつまで経っても止まらないみたいな。なんかそういうことが起こるんですよ。で、それで、なんかそれが何日か続いたんで、まあ、主人公が気になって、隣の部屋を覗いたら、老人が孤独死していた。まあ、事件が起こるんですよね。で、それで、事件が起こった後にですね、その主人公が老人の霊みたいなのを、なんかたびたび見るようになるんですよ。で、それで、なんか、その、お祓いみたいな感じでしてもらったりするんですけど、まあ、それで、まあ、その話は終わるだけど、
まあ、なんというかな、話が全体的に二部構成みたいになってるんですよ。で、後半になったらですね、なんかストーリーが急に一変するんですよ。もうどんな感じかっていうと、もうこれ完全にちょっとネタバレするんですけど、後半部分に入った時に、主人公が家族がいなくなった、言い出すんですよ。で、なんかもう家族の荷物なんかも全部なくなってるような感じになってるんですよね。で、それで、黒百合団地っていうところの呪いなのかなとか、よくわからない怪奇現象みたいなものなのかなとか思うんだけど、実はですね、その主人公は、最初から一人で団地に引っ越してきてたんですよ。最初から家族はいなかったんです。で、その家族っていうのはですね、その主人公が小さい頃に、家族で旅行に行った先で、バスの事故に遭って、まあ、主人公は助かったんだけど、両親と弟はですね、その事故で亡くなってたんですよ。っていうことがですね、後半急にわかるんですよ。で、そっからがですね、前半で出てきた団地の公園で出会った男の子っていうのがですね、ミノルくんっていうんですけど、そのミノルくんっていうのが実は事故で亡くなった子供の霊で、優しい人の心につけ込んで取り付いてくるみたいな、悪霊みたいな感じなんですよ、おそらく。で、それで、主人公がその男の子に狙われているっていう話になってくるんですよ。で、そんな時にですね、主人公ともう一人男の主人公が出てくるんですよ。で、その人が、まあ、その前半部分で孤独死したおじいさんの霊が出るってなった時に、除霊師の人なんかを教えてくれたりした主人公を助けるみたいな、まあ、役どころの人なんですけど、まあ、その人と、まあ、一緒にですね、そのミノルくんを部屋に入れてはいけないみたいな感じになるんですよ。なんかその人の心の弱さにつけ込んでくる悪霊みたいのがですね、ドアを開けさせようとするんですよ。で、結果的にそのドアを開けてしまって、最後ミノルくんが部屋に入ってきて、で、その男の主人公とミノルくんがですね、もう床の中に消えてって、結局最後は主人公の女の子だけが残って、まあ、発見されて終わるっていう話だったんですけど、解釈がいろいろできるような感じなんですけど、これですね、すべて主人公の夢落ちみたいな感じなんじゃないかっていう、その前半部分で家族と一緒に引っ越してきてたっていう話で進むんだけど、実は後半でもう家族は死んでいて自分一人だけしか住んでなかったっていうことがわかるんですけど、で、その時にその子供の霊のミノルくん、友達になってよってやってくるんですよね。それで、あとは、ミノルくんが悪霊だから、自分を助けてくれるっていう、そのもう一人の男の主人公なんかも出てくるんですけど、それも、最終的にはいなくなるんですよ。だから、もしかしたらそこも、主人公の妄想だったんじゃないかっていう。本当は、だから一人で団地に越してきて、隣の部屋のおじいさんが、孤独死しているのを見つけたところまでは現実なんだけど、それ以降の話が全部主人公の妄想だったんじゃないかみたいなことも考えられなくもないっていう、なんかそんな話ですよ。なんか孤独っていうのがなんかテーマなんじゃないかなっていうのが感じたんですよね。その実際にその団地っていう本来大勢の人たちがなんか集団で生活しているような場所でありながらも、壁一枚隔てた隣の部屋で孤独死するような老人がいるみたいな、そういうなんかちょっと高齢化社会の問題みたいなのを取り上げたような作品なんじゃないかなと。で、あと主人公にしても家族を全員亡くして他の人と接すればいいんだけど、孤独の中に妄想を見てそれで満足しているみたいな、なんかそういうなんか孤独な人っていうのがなんかテーマになってるような感じの話なんじゃないかなみたいな、なんかちょっと難しいような裏の設定があるんじゃないかっていう、なんかそんな話だったですね。で、あとはですね、カメラのアングルなんかは、下から上に見上げるような撮影っていうのはカメラを上に向けるだけでいいんですけど、逆に上から下に見下ろすようなアングルっていうのは、カメラを上に構えないといけないから、今だったらドローンなんかで空中撮影ができるのかもしれないけど、まあ、当時だったら脚立に乗って上から下に向かってカメラを向けるとか、あとはもう長い棒をつけたカメラを上に持ってあげて下を映すとか、なんかそんななんかちょっと特殊なやり方をしないといけないんだけど、あえてそういうアングルをですね取り入れてなんか映像を作ってる感じがですね、ちょっと変わった撮影の仕方をしてるんだろうなっていうのは感じましたね。あとその使われている BGM なんかも雰囲気が出てるなみたいな
作品自体にはなんかお金がかかってるんじゃないかっていう、なんか高級感みたいなのはありましたね。まあさっきも言ったんですけど、なんかホラー映画っていう感覚で見たら、ちょっと違うんじゃないかなっていう、まあ作品だったです。だから、まあホラー映画として見なければ、なんかこれはこれで、なんかちょっと考えさせられるような作品だなって、まあ自分は思いましたね。というわけでですね、まあ、今回は、黒百合団地っていう映画をですね、まあ10年ぶりになりましたけど、また改めて見てみましたよ。で、やっぱりその、有名な監督が撮影した映画とか、その当時人気の俳優さんが主演をしてるとかで、やっぱり話題性があると、やっぱりみんなの期待のハードルが上がると思うんですよ。で、そのハードルが上がった上で見ると、面白くないって思ってしまうと思うんですよ。だから、この作品もおそらく、ちょっとハードルが上げられてた状態だったから、ちょっと面白くなかったって当時思った人が多かったのかもしれないけど、今10年経って改めて、ハードルをちょっと下げてみれば、面白い映画だったな、と思いました。また次回見るホラー映画はですね、まあ、こんな感じで、ちょっと有名な、お金かけたようなホラー映画で、なおかつ、見てないような映画があればですね、なんかちょっとそっちの映画の方を見てみたいなとか、思ったりしましたね。またこうレンタルショップで見つけたらですね、借りてきて、まあ、見て感想を言いたいと思ってるんで、またその時ですね、暇のある方はこちらの動画見てもらえたらありがたいです。それではまた。